パップコンから2006年3月2日に発売された、プレイステーションポータブル専用のアクションゲームである。略称は、66など。2008年10月30日には、ベストプライス、版。2009年9月17日には、イレギュラーハンター X とセットとなった、イレギュラーハンター X、ロックマンロックマンバリューパックが発売され、2009年12月16日より、 プレイステーションストアでの配信も開始された。ファミコン版、ロックマンのリメイク作品だが、原作の6体のボスに加えて、タイムマンとオイルマンの2体の新しいボスキャラクターと、それに伴うステージの追加、弱点の相関関係や、各ステージの構成の変更、豊富なオリジナル要素の追加など、単なるリメイクに留まらない内容になっている。 ロックマンをはじめ登場キャラクターのデザインは二刀身に改められグラフィックもポップになっている。また、ステージ上の敵キャラクターには、ロックマンにドクター、ワイリーの謎以降のものなども一部登場している。オリジナル要素としてはなど多岐にわたり、様々な面でボリュームアップをしている。ステージはオープニングステージと八つの選択ステージとその後の四つのステージの K13 ステージで構成される。オールドスタイルでは、原作と同様、6つの選択ステージと、その後の4つのステージの、K10 ステージで構成される。20XX 年、人類が新たなる友達を手に入れた未来。ロボット工学の第一人者トーマス・ライト博士の、尽力により、人間とロボットは仲良く共存していた。そして、人間の役に立つロボットの登場により、 人々の暮らしはより豊かになっていった。家庭用お手伝いロボット、ロックがライト博士によって作られたのも、そんな時である。しばらくして、より高性能なロボットが活動するようになったある日、突然、ライト博士の研究所を悪の科学者ドクター・ワイリーが襲ってきた。そして、ドクター・ワイリーは、世界征服の野望の先兵とするため、 ライト博士のロボットたちをさらっていってしまった。肩を落とすライト博士にロックは自らの戦闘用ロボットへの改造を志願する。ライト博士は躊躇したがロックのその強い意志を汲み取りロックを戦闘用ロボットロックマンへと改造する。こうしてロックマンはドクターワイリーの野望を阻止するため戦いに向かった。本作では条件を満たすと 彼らをプレイヤーとして使用することができる。詳細はオリジナル要素の項を参照。キャラごとに特殊武器への耐性と弱点が設定されており、共通して自分自身の特殊武器には耐性がある。ロックマン1に登場したボスキャラクター本作オリジナルのボスキャラクターニュースタイルのみ登場。なお、8体のボスの中で唯一、 DRN の設定に関する正式な情報は存在しない。特殊武器はロックマン使用時に特定のボスを倒すと入手できる。ニュースタイルとオールドスタイルとでは一部の武器の消費エネルギーが異なっている。地上で使うと隙ができる武器は空中で使うと隙がなくなる。なお、オールドスタイルのボスアタックはニュースタイルと消費エネルギーが同じになっている。 本作ではロックマン使用時に選択ステージの8体のボスキャラクターを特殊武器を命中させずロックバスターのみで倒すことでプレイヤーとして使用可能となる。各ボスの攻撃手段はそれぞれが所持する特殊武器であり性能は何度でも使用できること以外はロックマンが使用する場合のものと変わらないが一部効果が変化するものもある。またボスごとに それぞれ特殊な動作や特性を備えており、ステージ内には特定の動作を用いなければ進めない、箇所や入手できないアイテムもある。また、それを利用することで攻略を有利に進めたり、コンストラクションでのアイデアある、ステージ制作をすることができる。本作ではステージを選択するごとに3段階の難易度から選択することができる。そしてその選んだ、 難易度によってゲーム内容に変化が現れる。以下、その内容の特徴的な部分を難易度別に列挙する。なお、ボスキャラクターとはすべて選択ステージのそれを指す。特定の条件、課題を与えられた上でステージを攻略するモード。ロックマン、ボスキャラクター8体、ボスアタックで各10問ずつ、計100ステージが用意されている。その内容は、 キャラクターの操作を練習するようなステージ、パズル要素の強いステージ、非常にシビアな操作を要求するステージなど様々なものがある。また、全100ステージを攻略するとブルースが解放される。問題ごとに使用するキャラクターは決められているが、ボスアタックはオールドスタイルのものを除き、キャラクターを自由に選ぶことができる。なお、ロックマン以外のキャラクターを使用するものに挑戦する。 時は、そのキャラクターをプレイヤーとして使用可能にしておかなければならない。ボスアタックでのコピーロボットは使用キャラクターに関係なくロックマンのものとなる。このモードのみ、セレクトボタンを押すと自爆できる。後に、ロックマン10宇宙からの脅威にも同名のモードが採用されている。ステージ中で入手したパックをベースにオリジナルのステージを作成することができるモード。 作成したステージは無線 LAN 機能を用いて専用サイトであるアウェブにアップロードすることで他のプレイヤーにダウンロードして実際に遊んでもらうことが可能となる。なお、ステージの難易度はそこそこで固定される。逆に他のプレイヤーが作成したステージをダウンロードして遊んだ際はステージクリア時にそのステージのレビューをすることができる。レビュー内容は次回。 アウェブにアクセスする際にアップロードされ、全プレイヤーのレビューの平均点がそのステージのダウンロード時に表示されることで、ダウンロードする目安の一つとすることができる。カップコンなどからも数々のオリジナルステージが配信され、過去の配信内容は現在でもダウンロードが可能である。また FC 版を再現したものや、完全にオリジナルの背景。 BGM のコンストラクション用パックも配信されている。2017年7月現在、発売から10年以上経過した今でもサービスは継続されておりステージのダウンロードやアップロードが可能となっている。原作であるファミコン版、ロックマンを可能な限り再現したゲームモード、ニュー、ゲーム開始時に選択することで遊ぶことができる。攻略の進行度による特典など、 ニュースタイルにある各種オリジナル要素は存在せず、ステージ構成、BGM、画面比率、敵の配置やアルゴリズムなど多くの部分が FC 版を再現しているが、ゲームの根本的な仕様はニュースタイルと同一である。セーブデータはニュースタイルとは別に作成される。ありがとうございます。